はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨の松江です。今回は、こちらのクロマツを、まず液切をして、そして切り込みをして、そして、今度は、この樹形に合わせた枝の剪定っていうのを行っていきたいと思います。これは、まあ、3段階で、各パートで分かれてやっていきます。今回は、目切りをやっていきますね。この木に関して、今からちょっと簡単な説明をしていきますけども、この幹のね、中の方をこれ見ていただきましたら、こう足元がねしっかり太いんですよね。で、足元のしっかり太くて結構持ち込みの不利益です。まあ皮とかねそういうのも結構来てますし、でも今のこの状態だともう葉っぱばっかりで幹が全くこう見えませんね。せっかくこう黒松の太幹でいいところがありますのに、やっぱりそういう風な皮の質感ですとかね、それからやっぱりその幹の太さ、そういったところの部分っていうのはやっぱりちゃんと見せてあげたい。で、そういったところの部分を太みをさらに見せてあげるっていう風な感じにするんだったら、これだけ葉っぱのボリュームがありますとやっぱり幹がいく分やっぱり細く見えますから、やっぱり枝も少しだいぶ縮小させてね、頭の軸も少し低く持っていって、枝のこの幅りって言ってこの幅ですね、この幅をもっと縮小させる、全体的にこう小さく持っていく、で小さく持っていくことによってこの幹の迫力をさらに出すっていう風な、そういう風な剪定のね動画なんかも、また、目切りをして通常の切り込みをして、今度は追い込み剪定って言って、この樹形に合わせた、枝の追い込み方、追い込み方っていうのはちょっと大きな枝をね樹形に合わせて詰めていく、切り詰めていくっていう風なね、そういう風な動画を、3部構成で、撮っていきたいと思いますので、それでは、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、各ね作業についての、動画はこれから、3部構成でお送りしていきますので、そちらの方もどうぞご覧ください。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。